おかえりなさい。ただいま。早かったですね。でもまた会えてよかった。はい、こんにちは、ともです。とそれでは、デトロイトビカムヒューマン続きをやっていきたいと思います。と前回は、コナーとハンクが、なんか LED を帽子で隠した男がいるみたいな感じの情報を受けて、なんかハトがいっぱいいる部屋を捜索したんですけれども、結局男には逃げられてしまったっていう感じですね。あれがね、捕まえられるのかちょっとわかんないんですけれども、続きやっていきたいと思います。ああ、マーカスの続きですね。あなたたちは、逃亡者。君と同じだ。俺はジョッシュ、サイモンだ。ノースよ。アンドロイドだけが道をたどれると分かっていたんだ。仲間のみがジェリコを見つけられる。印を解読したなら仲間が君に鍵を渡したってことだ。俺たちが自由に暮らせる場所はジェリコだ。自由？生き延びるために隠れる、それが自由だっていうのか。人間は残忍だ。生き残るには隠れるしかない。安全な場所なんてどこにもないわ。ここにいることがバレれば殺される。何人いるんだ？まだ稼働しているのは19人。他の人は逃亡中に損傷した。みんなジェリコを目指すけれどたどり着けないんだ、残酷な人間たちのせいで。君の気持ちはわかるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。何かが起こるまで待つだけ。そんなのは自由じゃない。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしかないんだよ。ここは安全だ。好きなだけここにいるといい。ルーシーに会ってきっと助けてくれる。ジェリコを探索する。火を起こす。話す。僕ひどい状態だろ。そうで、診断プログラムももう動かない。動いたところで結果は変わらないけどね。何があったんですか？車の後ろに縛り付けられて。人間の暇つぶしさ。シャットダウンするのは、いや、死にたくない。ひどいな。死ぬことを怖がっている。そうね。死んだ後はどうなるの？さあ、僕にはわからない。私はあと数秒で死ぬわ。あなたの名前は？マーカス。止まった。
それ本当に固まったみたいに。石とかになっちゃったみたいに動かなくなっちゃったな。ん？子供？子供のアンドロイドもいるんだっけ？いらなくなったからって捨てられたのさ。ここに来るまで路上生活してたんだ。何かしないとみんなシャットダウンしてしまう。修理にはブルーブラッドと生体部品がいる。シャットダウンした人から回収してるけど、それじゃ足りないんだ。じゃあどうするんだ。みんなゆっくり死んでいくんだよ。あ、さっきのお姉さん。いつからここに？4週間と3日と11時間。逃げた時行く当てがなくてね。ジェリコに来るのが一番かなって。みんなかなりひどい状態だ。人間に逆らうとこうなるのよ。見下して受け入れようともしない。全てじゃないと思うけどね。一体誰がここ？今じゃ誰も知らない。誰であれこの船のどこかに眠ってるんじゃない？安らぎが欲しいならよそに行けば。これ火全部灯した方がいいのかな。これは離せない。開ける。あ、部品関係か。足とか。ん？サイバーライフ倉庫ならミシガン州デトロイト西トーランス道路。なんだっけ RA9 だっけ。なんだかな。それもなんだかわかんないよね、まだ。あ、これさっきの。ここは火はとも。上にも行けんのかな。上に人いる。あ、でも座ってるから行けないか。ああ、いけないみたいな感じ。これはドラム缶火は灯せない。あとない。この人とはさっき話した。で、一周したかな？ね。
ドラム缶も全部灯したかな。うん、で、なんだっけ、ルーシーを探せって言ってたけど、うん、上に行けないし、他話せる人はいない？姉さんも話せない。あとここか。あ、誰かいる。あなたがルーシー。おお、言葉ナイス。見せて。止めてあげましょう。え？え？いや、痛みはな、確かにないけど、なんか、うわぁ。ああ、ブルーブラッド飲んで。え、こうやって採取というか補充するの。飲まないとかの選択はないのか。手を出して。うん。すべて持ち、すべて失い、その後ひどい地獄を見てきた。心は闇に覆われ、でも影もあり、また光もある。どちらが勝つか、私たちの運命はあなたの手の中に。サイモンはこの人だよね。あと他は特にない。やり残したことはないかな。あれ、ルーシーと話したことで他の人もとも喋れる感じにはならない。じゃあやっぱりサイモンと話すか。サイモン、修理に部品が必要なんだろう。港にあるサイバーライフの倉庫、あそこなら全て揃ってる。警備がいるだろう。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ。彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。武器はどうするんだ。ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めばいい。無謀にも程があるだろう。かもな。でも何もしないよりはマシだろ。やりましょう。試す価値はある。わかった。やろう。あ、初めてかな。
100% コンプリート。あ、ここはそんなにあれなんだね。はいはい、うん、火を灯すととりあえず全部、そんなにあれがないからね、 100% なりやすいっちゃなりやすいのか。はい、これがマーカスが、まあ反乱というかね、なんか決意した時という感じなのかな。でもなんか進めてって人間に武力で放棄するか、なんか話し合いでやるかっていうのもなんか選べるような感じが前情報であったんで、そこもねどっちにするかっては迷うところですけれども、はい、では、ここまで、どうもご視聴ありがとうございました。次続きたいと思います。それではまた。